篠原行動8月15日から1939年8月27日は、大日本帝国陸軍の軍人、戦闘機操縦者。最終階級は、陸軍将尉通りな異名は、東洋のリヒトホーフェン名前の読み方については、新聞や書物にはすべて、広道と記載されているが、老いの話によれば、行動が正しい読みであるという。 日本陸軍のトップエースの一人として、総撃追数58機を誇り、これは1939年5月27日の、ウインから同年8月27日に戦死するまでの、わずか3ヶ月の間に達成された。また、1日で11機の敵機を撃墜した記録を持つ。1913年8月15日栃木県、河内す鈴めの宮村大和東下に生まれ。 父小蔵、母春。鈴目具尋常小学校登校を経て1931年下野中学校、卒業後、12月に、騎兵の現役志願兵として、ラナンの騎兵、第27連隊に入営同月満州事変に動員され、二式最上の戦いに参加。後に、航空兵に転加し、 1933年6月に、所沢陸軍飛行学校に入校。翌1934年1月に戦闘機、操縦者として卒業し、2月に飛行第11大隊、第1中隊に配属され、満州のハルビンに赴任する。1938年に飛行第11大隊は、飛行第11戦隊となり、 後年部隊マークとして、垂直尾翼に稲妻を描き、稲妻部隊と呼ばれることになる。同年陸軍航空兵順位に昇進し、1939年5月に、ノモンハン事件が勃発した時には25歳ですでに6年の飛行経験があった。1939年5月27日、97式戦闘機に登場した篠原は、第一中隊長。 島田健次隊員、鈴木英作総長と共に出撃、初めての敵戦闘機との交戦で、ソ連軍の I-16 単用戦闘機4機を撃墜した。翌28日には、第3中隊と共に出撃し、RZ 複用偵察機1機と I-15 複用戦闘機5機を撃墜し、たった1日でエースパイロットとなった。 史上偉人から1日で10機の撃墜を記録したパイロットは篠原の他にいない。特筆すべきは、同年6月27日、日本軍がモンゴルの後方基地、タムスクに大規模な空襲を行った際に、11機の敵機を撃墜したことである。この記録を上回るのは、ドイツ空軍のエイリーヒハルトマンだけである。 篠原は撃墜マークとして、愛機の操縦席側面に星を描いていた。しかし文は長くは続かず、1939年8月27日、爆撃機越えの際に交戦となり、敵機3機を撃墜したが、I-16 戦闘機に撃墜され戦死した。その功績により、同日で順位から勝位に特進した。 1940年9月26日、第21回論考交賞に選ばれる。その活躍から、東洋のリヒトホーフェンと呼ばれ、また、ノモンハン航空船における操縦者たちの活躍は、ホロンバイルの表しとして、マスメディア上でも、大々的に取り上げられており、中でも、篠原は屈指のエースとして、国民の知るところとなった。また、 敵変態に殴り込みを駆け撃墜するという迫力ある空戦模様を記録した日記を残していたことでも知られる。ありがとうございます。